Welcome to my channel. This is Sam and I'm playing Fate Samurai Remnant. मैं बीच में से बंद कर दिया था, पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ. Let's see. ようやくだ。ようやくここに英月の儀が終わる。さて、英月の器、これをいかにして壊したものか。うむ、切ろう。うん、切ろう。いや、待て待て待て、本当にすっぱりやってしまっていいものだろうか。無論我が宝具であれば一戦で両断できようが、この器、アサシンやライダーの魂が入っているとなると、果たしてただ立つのみで良いものか。なんだ、珍しく弱気か。つまりわしの出番というわけじゃな。じいさん、心当たりでも。無粋なことを聞くでない。心当たりがなければわざわざ出てこんわ。では何ができる。幻月の器、我が身に取り込む。何？セイバーの弱気はむしろ正国よ。まさに正解。英霊の魂などという魔力の塊を収めるにしては、この器あまりに不完全に過ぎる。下手につつけば魔力が弾け、辺り一体吹き飛ぶのみよ。そこまでのものか。所詮は偽りの呪杯よ。器からして聖なる杯には程遠い。だがな、わしと同化してしまえばただの魔術書。ゆえにすぐに同化しよう。しかるのち、わしごと器を切れ、セイバー。それは自害を選ぶか、じいさん。青兄さんや、生意気に老骨の決断に口を挟むでない。多くの人の手を経て、多くの国の攻防を目にし、多くの戦いの終わりを見守ってきた。その旅の果てがお前たちであったことは、わしにとって妨害の幸福であった。なかなか退屈しなかったからな。形あるものはいつか壊れる。ならばそのいつかはわしが選ぶとも。より光玉の牢屋、優しい牢屋だな君。ならばせめて苦しまぬよう旅立たせるまで。頼むぞ、セイバー。では、イオリ。ああ、所詮は作られた命だが、それゆえに問わずには折れない。なぜと、乱世は血煙の時代は終わった。人々は口を揃えてそう言うが、
すべてのものが安穏と生きてゆけるわけではない。教えてください、総意見先生。なぜ人の世はかくもいびつなのですか。歪みを正すには奇跡にすがるより他はなく、そして奇跡は二度とつかめない。だがならばこそ私は。かの夜、青年の平穏は終わりを迎えた。月に誘われ集った者らと刃を、声を、心を交わし、散り様を見届け、夜道を見送り、そして今、月満ちし時、彼は願いを叶えんとする。目覚めたか、小説。そうか、私はまた。おい、まだ起きるな。カヤの手当てが無駄になるだろう。まだ休んでいろ、か弱き者。分かっている。一度ならず二度までもあなたの世話になるとはな。小説、貴殿はなぜ俺をかばった。分からない。ただあの時、我が胸を焦がした教皇が、次なる一手を示すしるべとなった。そのように、今は思えてならない。しるべ。そんなことはどうでもいい、由衣小説。何故とは問わぬ。今は貴様に礼を言わねばならない。ありがとう、た。礼は不要。私は私が望むまま動いたに過ぎ。しかし、これほどまでに言えぬ傷とは、知恵も目、
大層な置き土産を残してくれた。傷？私は波の人ではないからな。傷の治りは早いのだ。多少の傷はたちまちに癒える。私はそのように作られている。なるほど。傷を負った後、涼しい顔で上野に現れていたが。ああ、あの傷は浅かったからな。ライダーと示し合わせ、深手にまでは至らぬようにしておいた。だが、こたびはな、知恵門の炎、ここまでのものとは。ああ、さっきも言ったぞ。これは、私が望んで受けた傷。どうか気に病むな。あなたは、あなたがなすべきをなしてくれ。かたじけない。小説の尽力、無駄にはしないと俺は誓おう。セイバー。ああ、器を立って義を終わらせるぞ。うん、始めよう。より、では永月の器を。結界が破られたか。何者？この襲撃。やあ、久しいな。なあ、いや、久しぶりというほどでもないか。別れ際にまた会おうとは言ったが、結局俺の方から会いに来てしまったな。な、テイ・セイコ。斧がアーチャーを失って義を降りた。そう捉えていたのだがな。何故貴殿が。なあ、イオリ。永月を俺に譲る気はないか。無論、相応の礼はさせてもらうつもりだ。譲る？我が国は今、侵略によって滅びようとしている。幾千万の人々が抑圧と支配に抗い、はっきり言って、ひどく不利な戦いだ。多くが死んだ。敵に下った将も。だが、永月があれば、万能の願望機が掌中にあれば話は変わる。この戦況を覆し、中原を奪還することさえ叶う。かつてお前は、江戸の平穏を守るために戦うと言ったな。俺もそうさ。そうなんだよ。似たようなものだ。主のため、民のために、友のため、我が子のために。戦乱なき太平の世を。テイ、貴殿の思いの強さ、深さ。だが、永月は人の世にあってはならない。そのようなものにすがるべきではない。人として己が正しくあろうとするのならば。見事この後に及び、いまだ清廉潔白を口にする。あるいは気高いと言うべきかな。どちらにせよ大したものだよ、宮本伊織。だが人としての正しさ、ただ黙して略奪と屈辱を受け入れることか。お前の告げる言葉はまばゆいが、卑怯、太平の世に生きる者の見る夢に過ぎない。清きまま、正しきままで救えるならば、この俺とて
英月などを求めるものかよ。どうあっても英月を求めるか、帝成功。無論お前に英月を渡す気がないのならもはや何をも言うまい。やれキャスター。来るぞより。キャスター、土帝はすでに死した。その上で未だ渦潮にとどまっている。ならばキャスター、斧がマスターを乗り換えたか。そうして途絶えた魔力を取り戻し、渦潮にとどまったか。なる。キャスターごときが少子、セイバーの対魔力を知らぬわけもなし。今すぐに切り捨てて。ヤマト。へえ、そうか。人は、神にはお前をそのように定めたのか。その剣が雨の村雲の剣にしてはいささか神気が弱い。なるほど、刀身を鞘で覆い隠しているな。せいぜい気をつけろよマスター。あれは日の本随一ともいえる神殺しの英雄だぞ。人を殺し、怪異を殺し、神々を殺す征服者、兄さえ殺すオウス、すなわち人理に刻まれし神明、ヤマトタケルの御事。なんだ、貴様何者だ。千里眼、いいな、いいな、そんなものではない。私のことを知っているな。そう、相性の問題だよ。英雄はその存在を語り継がれ、伝承されなければ人類に刻まれることはない。僕の記憶がお前を英雄たらしめた。僕の言葉がお前を人類に刻みつけた。その僕がお前を知らないわけがないだろう。キャスターはいわばまじない師の霊気、魔術に抵抗を有する三騎士には弱い。だがあれなるキャスター、なぜか私を知っている。嫌な感じだより。おそらく英霊としての私の弱点をついてくるぞ。ああ、そのようだ。だがここは引けん。カヤが待っている。今や敵は全て打ち倒すのみ。セイバー。無論。空の僕が記録したおぞましい天使、これも縁か。我が名を呼ぶな。決める。その意味すら。いつでもよいぞより。すぐ頼む。分かった。しばしお待ち。
聖堂を解いていたが、お前聖堂にさほどの興味はないな。お前その本質は、耳を貸すな。より、君の在り方は君自身が決める。私自身も征服者、兄さえ殺すオウス、それがどうした。余人がいかに語ろうと、そこに私はいない。私は私であると魂が知る。琴の葉ではつかみきれんか。大魔力だけではないな、ヤマトタケル。僕の記録の枠を超えるな。僕を苛立たせるな。人を超えた化け物め、なぜ人類の影ごときが己を疑わぬ。なぜ。そこまでだ、キャスター。戦場で無駄口を叩くな。冷めたものだ。いや、お前は酔えないのか。だが確かに潮時というやつだ。僕もそろそろ目的を果たすとしよう。逃げるか、キャスター。流行るな、セイバー。怪異を倒し、後を追う。頼む。出番だな、我らが刃。引き立てる。熟した。力を借りる。出番だな、我らが刃。行くぞ。
見事な腕前だな。器。悪いな、より。恨むだけ恨め。すべては陛下の国を取り戻すためだ。器を、より。追うぞ。待て。頼む、私も連れて行け。しかし、貴殿。傷は未だ深かろうに、死ぬ気か。二だと思えば好きに打ち捨ててよい。所詮、我が身は短命の定め。総意見先生は力を尽くしてくださったが、そう長く持つものではない。だが、だからこそ、この魂、燃え尽きるまで諦められぬ。ライダーを失った。癒えぬ深手を負った。我が手で、望みを叶える術はついえた。それでも、私はまだ。小説。あの時、私に触れたあなたの手は温かかった。とても温かかったのだ。作られし我が心にまた一つ思いが芽吹いてしまった。今や私は自分で思うよりもはるかに強く、あなた以外に栄月を奪われるのが気に入らんのだ。そう、ならば小説、貴殿には見届けてもらおう。俺たちが栄月を取り戻し、打ち砕く。ああ。テイとキャスターは赤坂へ向かったはずだ。器を霊脈につなげるために。ならば急ぐまでだ。行くぞ、より。ああ、小説、行けるか。私はいつでも。支度が整ったら言ってくれ。つもりかしら、宮本伊織。ああ、あの白い髪のホムンクルス、由衣小説よ。逃げられたのは私の落ち度だから、よこせとまでは言わないけれど、あれは危険な存在よ。連れ回すなんて正気なの？南蛮の魔術にはいささか疎い。何を危ぶんでいるかは分からんが、少なくとも俺は小説の信念に応えたい。答えになっていないわよ。そう。まったく困った男ね、あなた。いいわ、儀が終わるまで待っていてあげる。終わったらあれは我が家で保護するわ。その時は手出しは無用よ。それはやはりよこせと言っているのでは？これを渡しておくわ。私の魔術を込めた特別製よ。キャスター戦では役に立つでしょう。手付け代わりにあげるわ。好意として受け取っておく。手付けって聞こえなかった？
くない心地だ。歩ける程度にはなっている。お前の手当てのおかげだ。そう、でもまだ歩き回らない方がいいのに。そうだな。兄ちゃん、兄ちゃんはこれから戦をしに行くの？ああ。そっか。うん、カヤ、俺の願いを聞いてくれるか？なに？握り飯ありったけ支度しておいてほしい。え？戦から帰ってきたらまず腹が減っているだろうからな。頼めるか？
小笠原殿には悪いが。ううん、分かった。おむすびいっぱい作っておく。小笠原の家にはね、兄ちゃんとこに泊まるって言っておく。だから絶対絶対に勝った。そうだ、戦の最中にお腹空かせたら大変でしょ。陣中食こさえてきました。ありがとう。では行ってくる。はい。兄ちゃん気をつけて頑張ってね。敵か味方かは分からぬ。どうする、より？ひとまず目で確かめる。行こう。これでも倒れぬか。なんとも壊しがいのあることよな。あれはハグレの朝神。ハグレの朝神、かねてより何故ここに来て怪異を撃つ。アサシに加勢するぞ。構わないな。君がそうと決めたならそうしよう。うん、主ら手を貸そう。貴殿の足手まといにはならんさ。かか、ありがたい話よな。ならばそのたぎる若さを頼るとしようか。これはどうだ。で何よりだ、処分殿。少々魔術のための触媒を集めていた。触媒？あの娘が欲しがっていたからな。最後に一つわしから送ってやろうと思ったのさ。小説か。ならば処分殿。
その触媒集め、俺たちも手伝おう。ほう。イオリ。何？物のついでだ。見つからなければそれまでのこと。大概君も奇妙。主らには。一つは怪異を飼って得るものだ。わしが先ほど集めていたのもその類。あの娘は世田谷近辺の怪異を飼ってこの触媒の補充をしていたようだ。世田谷か。はい、わかった。それでもう一つはどんなものだ。うん、こちらはもともとあの娘が持っていたものでな。ほうほう。かか門下のものに盗まれたのよ。あれで存外抜けたところがあるものよな。わざわざ結界の中にしまい込んでいたが、何かの拍子に溶けたらしく。その折に門下のものに持ち去られたのだと。金目のものとでも謝ったか。ふむふむ。詰まるところ我らはその盗っ人を見つければよいと。ふん、そうさな。そのものは御徒町に逃げ込んだと聞く。人相を教えるゆえ探し当ててもらいたい。うむ、わかったぞ。手間を取らせるがよろしく頼む。わし向かうわ。世田谷だな。よしよし。ほら、怖くないぞ。アサシンの言っていた触媒とは心の怪異から得られるのだったな。そのはずだ。一通り飼ってみるか。ナンサー任せろ。
んだな。我らが刃引き立てる。今行くぜ。よっ
ツバメ返し。隙を見せたら畳みかけろ。ここだ。避けるなよ。触媒か。一体どのように使うのだろう。しかし群れであった分随分。もう一つの触媒を探しに行くぞ。次は御徒町だな。触媒を盗んだ者は御徒町に逃げ込んだというが、引き込んでみるか。気をつけ、初めてこの町。バカを言ってない。よく来た。またいつでもよく来たの。またいつでも来とくれ。ああ、あの気の弱そうな。しゃ、けどついこの間会った時はいつもより明るい顔をしてたっけ。なんでもお宝を拾ったとかで。詰めてたみたいでな。このまま塾に通ってもどうにもならない。ただ借財が増えていくだけだって。あいつならさっき見かけたぜ。こそこそしながらあっちの方に走ってったが、足取りをつかめたな。察するに触媒もまだ手元にあるはずだ。うむ、追うぞより。確かに人の声だった。キャツメ、なかなかの魔力。力を借りる。了解。任せな。
盗まれたという触媒か。魔力を秘めているな。ああ、カイはこれを食らっていたのだな。つまりユイからこれを奪ったものは触媒もろともに食われたか。では先ほどの叫び声は断末魔だったと。跡形もないとはいささか哀れではあるな。そうだな。ともあれ、これで触媒は揃った。ああ、アサシンへ届けに行こう。頼む、今行くぜ。何か食べるか？いかん。いらっしゃいませ。カヤにも買ってやる。なあ、またのお越しを。早く。
な。カヤにも買ってやると。またのお越しを。集めてきたぞ、処分殿。うん、これだけあれば十分であろう。では参るぞ、主。待たせたな、娘よ。宮本伊織にセイバー、何故アサシンと共に。奴ら主の役に立ちたいと言って聞かんでな。ならばと奴らにも魔術の触媒を集めるべく奔走してもらったのよ。そうか、すまない、手間をかけたな。気にするな、共に戦う者として当然のことをしたまでだ。おかげで、ふう、主に頼まれておったものすべて不足なく揃うたぞ。確かに受け取った。ご苦労、アサシン。これがあれば私は、うん、ではな、赤坂へ向かう準備が整ったら声をかけてくれ。触媒の使い道について聞かなかったの？小説の顔を見れば想像もつく。問いただすのは野暮というものだろう。かか、主なかなかどうして君子よな。やだが、そんな主だからこそあの高潔な娘と共に荒れるのやもしれん。では貴殿はどうだ、処分殿。見たところ小説の願いにはさして関心がないそぶり。ならばなぜそこまで小説に寄り添う？ふん、若い主には分からずとも当然か。な、幼子に壊れて手を貸さぬじじいはおらぬ。幼子？確かに主の言う通り、小説の願いとやらにわしはさしたる興味はない。だが、あの潔癖なまでに無垢な幼子は身も心も削りながら今なお歩みを止めずにいる。ならばその歩みをしかと見届けることこそが手を貸すと決めた者の務めと心得る。うん、何案ずるな、手出しはせんよ。娘と主の歩む道の果てに何が待つか、今よりしばし眺めさせてもらう。ではまたな、若造ら。生きていたならいずれし合おうぞ。